皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。勝ったのは、桜か、それとも、猿か。大相撲九月場所三日目の作10日、大関琴桜26と小猿32の結びの一番で、疑惑の判定が持ち上がった。赤いハートセクシーすぎる、赤いハート貴景勝の妻は元大関。 北天優の次女で4歳年上のセクシーすぎる元モデル。両者は白熱した攻防を繰り広げ、体格で勝る琴桜が小猿を土俵際に押し込み、突き落とし。しかし、これが空ぶって諸共に体勢を崩すと、琴桜は土俵に落ち、小猿は土俵外に飛び出てしまった。琴桜が落ちるのが一瞬早かったように見えたものの。 縦行事の木村昭之助の軍配は琴桜。どっちに転んでもおかしくない取り組みだったにもかかわらず、勝負審判たちも手を挙げない。普段、微妙な判定には物言いをつける彼らにしては、不可解とも言える、だんまり、である。勝ち名乗りを受けた琴桜はきょとんとし、花道を下がった正猿は映像を確認して叫び声。本当は誰が勝ったのか彼らには分かっていたのだろう。 各界 OB は、行事軍配を擁護するならと、こう続ける。小猿の体が完全に土俵外に飛び出ていた、小猿の足が返っていたなど、理由はつけられるが、それを言うなら琴桜だって前に倒れ込んでいますからね。いずれにせよ、物言いすらつかないのは疑問です。勝負審判は、おそらく軍配通りだろうけど、どちらの足が先に出ていたか。 念のために確認しておこうという理由で物言いをつけることもあるのに。これにはネット中継で解説を務めていた元小結舞の海氏も物言いはつけるべきでしょう、と苦言。XQTwitter でも、ショーサ猿が勝ってただろ、ショーサ猿がかわいそう、などの声であふれた。前出の OB が言う、あくまで推測だが、 今場所限りで定年になる木村昭之助に花を持たせるためではないか。もともと、今代の昭之助は2019年から昨年まで務めた式守伊之助時代、縦行事でありながら刺し違えは11回。伊之助を襲名するときですら、教会内では任せて大丈夫かと懸念もあったほどです。そもそも、木村昭之助を襲名したのも今年から。 9年ぶりに復活した木村昌之助を定年まで1年未満の行事に襲名させること自体、温情と言われても仕方ない。仮にそうした事情があるにせよ、小猿には一切無関係。この日から休場した貴景勝は空手に邁進していた少年時代、不可解な判定負けを喫し判定がない競技をしたいと相撲の道に飛び込んだが、どうやら相撲にもいろいろある。 その他今場所で注目を集めているのが貴景勝だ。3日目から休場が決まったことで大関最短復帰がかなわず、このまま引退と見る関係者も少なくない。貴景勝の決断を後押しする要素とは何か。万全な引退後の準備とは、黒丸関連記事、もっと読む、ではそれらについて詳しく報じている。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。